例の件で大谷翔平選手に取材制限を受けた例のテレビ局が NHK の取材を盗撮して放送していたことがネット上で話題になっています。日本のテレビ局はどれも一度解体するか、電波オークションを採用してもらいたい。一生大谷さんに嫌われろ。そんなことするよりフジテレビの社長幹部連中がドジャースや大谷選挙とご家族に口先だけじゃない謝罪をする方が先じゃねえ。ドジャースに訴えられたらいいと思う。日本のテレビメディアは全滅してるからな。大谷が日本のクソメディア全部潰してくんねえかな。これ本当なの？永久追放されるぞ。メディアは全てグルだからな。泥棒ですね。報道の免許を取り上げるべき。そんなことしてっから永久に取材拒否されるってわかんないかね。姑息に数字取れればいいと道理に反してる姿は本当に醜いし、大谷選手もうざくて仕方がないだろう。民放キー局はテレ東以外クソ。彼について一切報じる権利ないでしょう。なぜ怒らない？盗撮をよしとしている放送局。こんなことをしたら余計に心象が悪くなるだろうに、つくづく救いようがないわ。フジテレビ恥の上塗り。もう何でもありだな。何でもありやな。ホリエモンにやらせてたらもう少し新しくなってたのかな。いろんなところでフジテレビ。あちゃ。それは政府なのか肖像権とは。泣きついたんかな。それっていいんだ。フジテレビ惨めな。フジテレビ。フジテレビ終わったな。取材クルー施設内に入れるんだ。あれフジテレビって大谷さん禁止されたんやない？その手があったか。そこまでして放送する必要ってある？まさになりふり構わず。フジテレビも終わったな。情けない。これでまた許可が長引くな。何するのか。浅ましい。何も反省していない。どんどんくずかしていく日本人ではやらないことをやるようになってすごいスピードで衰退していく。プライドなさすぎ。泥棒は小敷よりも下やで。やっぱりトップはケイクにビト。だって大谷選手の自宅を勝手に盗撮して放送したからね。これはひどい。やってることヘリコプター飛ばしてることと変わらんね。そしてまた怒られる。窃盗罪。さすが不祥事王国。不祥事テレビと改名した方がいいかも。大変だ。今更だけど日本のキー局にまともなところが一つもない。そういうところやって反省と開示もしてない。もう廃局でいいよ。今回のことを教訓にして自分たちがいかに常識外れか学ぶべきです。ぬすっと武々しいってこのこと。フジテレビクズテレビ。これやっぱりそうだったのか。こじきかよ。著作権はここ数年そのテレビ局にチャンネル合わせたことないわ。ガイドライン的に大丈夫なんかな。最低なメディアだな。